金融ファイナンスをこれまでもそうですし今後も自分のキャリアの中心に据えていきたいと思ってますが、そのファイナンスの中心という意味では私の最初の頭に浮かんだのがロンドンであったのでロンドンを選びました。友人が勧めてくれたことが一つの理由になります。さらに高みを目指すのであればこの学校の雰囲気、中身、授業の中身などなどがベストじゃないかと勧めていただいてこの学校を選びました。目的意識とか問題意識を持っている人は多いと感じます。私の感じるこの学校の雰囲気というのは多くの学生が真剣に勉強をしようと英語を勉強しようと取り組んでいるところが私の感じる第一印象でしたし、何よりここにいて勉強したいとするのを気に入っている点です。幸運にも私がこれまで見ていただいた先生というのはクラスの雰囲気を作ることももちろんですし、テクニカルなこと、文法とかはもちろんのこと、その細かい点についてもきちんと指摘してくれるいい先生に恵まれたと思っています。この立地というのは誰に対しても日本人の誰に対してもおすすめできるところですね。具体的に言うとロンドンの中でもこの西地区っていうのはもちろん安全、治安の面でも申し分ないですし、中心セントラルにへのアクセスもいいし、遊ぶところももちろんあるし、何よりその環境がいいと思います。忙しすぎず、田舎すぎず、自分がこういうことがしたいっていうものがある限りそれにいつでもアクセスできる環境があるので、日本の国の国内にいるといくら英語を勉強してたとしても英語だけの環境に身を置くことは難しいと思います。で、それがまずはできる、かつロンドンの文化、これももちろん面白いですし、その中で海少し隔ててもうすぐそこには別の文化、別の言葉があって、そういうのが入り混じって今のロンドンがある、だからその空気の中に浸っていることが私にとっては一番いい思い出というかいい経験、価値観の多様性というのの中に身を置けているというのは私自身にとって新しい発見が日々日々いっぱいあることは楽しい経験の一つです。語学をしに勉強をしに行く、もちろん大事なことだと思います。ただその先に何を見ているのか、何を自分がしたいと思っているのか、そういうのを持っているかどうかでそこにいる時間が本当の意味で生きてくるか生きてくるというののところで違いが出てくると思います。今英語がなかなか伸びない、こんなこといっぱいあると思います。そんな中で悩みとかしんどい思いとかいっぱいある、それを乗り越えていくエネルギーっていうのはやっぱりその先に何を見てるかやと思うので、それを持って見つけに来るっていうのも一つだと思います。見つけて次につなげていけたらロンドンでの生活っていうのはもっともっと楽しいものになるんじゃないかなと思います。